は。やはり微妙な三角関係の匂いが。そうである？クンクン、かすかにするような気がしますね。まだどうしたの？着替えるんです。日本だと女子はこうやってものすごい着替え技術を見せるものなのですよね。それもしかして友達に聞いた？はい。また騙されてる。ん？マーナ。マーナ。あ、レン。あのさ、よかったらこれ。私に？うん。昨日モンストコロシアムで一緒にモンストを見たでしょ。あの時はマナモンスト怖いって言ってたけど、もしもやりたくなったら一緒にやろうよ。そのストライクリングはモンストする時に使うんだ。みんなでやるの楽しいんだよ。マナ？絶対絶対大事にします。お、ありがとうレン。うん。じー、匂う匂う。うんうん。もしさ、放課後もなんかわかんないことがあったらいつでも言ってよ。何がどこで買えるとかでも。あのレン。ん？日本では女子は16歳、男子は18歳から結婚できる。そうですね。え？レン、ご飯にしますか？それとも私？はい。ご飯 or 私？ Life or me？ あの、え、こういう感じなんですよね、日本のお嫁さんって。え、あ、それまた友達情報？はい。また騙されてる。そうなんですか？ストライクリングを婚約指輪だと勘違いするなんて、ったく、どんだけおっちょこちょいなんだ。レン、顔緩んでるであるぞ。そりゃだって勘違いだって分かった後もなんか可愛かったしさ、正直たまらないと言っても過言ではない。むしろマナとはモンストなんかしないで、あのリングを婚約指輪ってことにして。何をブツブツ言ってるんである。逃がさないわよ。充電器、充電器と。ゲンマさん？レン君、今新宿にいるな。はい。その近くに新たなモンスター反応が出た。え？突然湧き出るように現れたんだ。都庁の前に。この地へと集まり来る人の煩悩と汚れ、
我が全て召してくれる。モンストスタート。現実と誘拐の狭間で戦おうというのか。貴様らだな、煩悩まみれの俗物は。煩悩まみれ。我の守る力を手に入れに来たのだろう。力？一体何を言うがぜよ。この地の地下深くに眠る力よ。狙うものは我が滅す。龍馬！いいじゃない、いいじゃない。そっちマターでやってもらえるなら俺のリソース使わなくて済むし、不動明王はこの地に眠るエナジーポイントの番人、俺の代わりに倒してくれるならウィンウィン。片方攻撃してももう片方が回復させるのか。これじゃキリがないであるぞ。けど来てあげちゃった、あの子のために。大丈夫メ、行くわよ。ワルプルギス。噛まないでマナ、私はワルプルギスです。マナ、次回のモンストアニメはワリュプリギスの夜。言えてないから。つかマナがどうしてここに。しかもあのセクシーなワリュプルグスといつの間に知り合ったである。だから言えてねえ。ワリュプリギス。だからマナも。モルパルプングス。お前わざとだろ。